つだってわかってるけど、少しだけ特別でたい。七つの傷を持つセガちゃん、のまき。あれ、ハウディモールにこんな建物あったっけ？ああ、ここは柏アーバンデザインセンター、通称 UDC2 ですね。柏アーバンストラッシュ？アーバンデザインセンター、柏駅周辺の街づくりをしてるところよ。へえ、街づくりか。なんだか素敵だね。このアニメも UDC2 の助成金でできてるから、ぶっちゃけこの会話もやらせ全開だよね。やめなさい！助成金打ち切られたらどうすんの？UDC2 の人たちはこのくらいのことで起こるような度量の狭い人たちじゃないですから、大丈夫ですよ。さりげなくハードルを下げるな。そういえば今年の9月に市民参加型の会議を開くんだって。市民参加型の会議か。でも何を話し合うの？来たる9月16日土曜日に行われるアーバンデザイン会議は、柏の街の20年後の未来をみんなで考えようというものです。最初に議題である柏駅周辺のグランドデザインのシンポジウムを行った後、それを踏まえた意見交換会のワークショップを行う予定らしいですわ。うわぁ、なんだか難しそうだね。それって私たちでも参加できるの？もちろん、特に年齢制限もないみたいだし、柏市民じゃなくても参加することができるんだって。そうなんだ。でも20年後って言われても想像できないよ。確かにね。まあ私たちが考えなくたって、どこかの誰かが考えてくれるでしょう。そういう考えはよくありませんよ。私たちの街のことは私たちで考えないと。大丈夫だって。誰かに任せてもそんな悪い未来にはならないよ。じゃあ見てみようか。見てみるって？はい、じゃあ乗って。いちかちゃん、もしかしてこれはタイムマシンだよ。ほら早く。それじゃあ20年後の柏に行ってみよう。ここが20年後の柏？どこかの世紀末みたいになってるじゃないですか。助けて。ご評価、この種もみだけは、この種もみだけは。あ、やばい。どうしたの？タイムマシン壊れちゃった。どうするのよ、こんな未来に置き去りにされて。こんなことならちゃんと会議に参加しとくんだったよ。とりあえずあそこのおじいさんを助けましょう。言うセリフじゃないと思うけど、っていうかあのシルエットはまさか。トン、これはこれは皆さんお揃いで。どうしてテガさんがここに？幼い子供たちの涙が、悲しみが俺をここに連れてきた。わーん、テガちゃんどうしよう、元の時代に帰れなくなっちゃったよ。そういうことならお任せあれ。え、テガちゃんタイムマシン直せるの？いくよ。くるくるパピンチョパピッペポ、ヒラヒラドキンチョのテガちゃん、ただーいまっと。すごい。どういう仕組み？よかったよ。やっぱり未来の柏はみんなで考えていかないといけませんね。詳しい情報は直接 UDC2 に行くか、ホームページをチェックしてね。みんなで愛を取り戻そう。 You are star!